はい、皆さんこんにちは、ファナリングルフィッシュです。今回は大人気スマートフォンゲームパワープロアプリの変化球全23種類をですね、コンピューターに最も有効なものは何かという観点から検証をしていきたいと思います。パワープロアプリでは変化球全部で23種類ありますので、それをですね、コンピューター相手に防御率形式でランキングを発表していきたいというふうに思っています。早速ですね、その変化球23種類何があるのかというところからですね、まずはご紹介をしていきたいというふうに思っています。その前にですね、今回の検証の条件として、球速140キロ、コントロール D、スタミナ A の選手を作っています。で、まっすぐ系が3種類、スライダー系も3種類、それとですね、カーブ系が6種類ありますね。カーブ、スラーブ、ドロップなどなどということで6種類。フォーク系、こちらも6種類あります。フォーク、SFF、パーム、V スライダーなどなどです。そしてシンカー、こちらが3種類。それと最後にシュート系が2種類という合計23種類を検証していきたいというふうに思います。で、検証の方法はですね、スタジアムで対戦相手は一番左上のチームを固定して選んでいきます。そして、自分のチームもですね、スタメン控えともに固定をします。これによって、チームの戦力によるばらつきっていうのもなくなると思います。で、もちろんアイテムは使用しないということで、やっていきたいというふうに思います。そしてですね、肝心の防御率のランキングなんですけども、規定投球回数今年143回なので、それを2年分286回、投球した時点で、タイムを押してですね、その時点の防御率をランキング形式で発表していきます。で、286回プラスアルファ何回かっていう部分はご容赦いただければと思います。早速23位から4位まで一気に発表していきたいと思います。まず23位は超スローボールで 5.64、残念ながら最下位ですね。フォークも22位で 5.32 と、この2球種のみが5点台という結果になりました。そして10位の SFF スプリットですね、これもうちょっと上位に行くかなと思ったんですが、 3.68 で10位でした。そして4位ですねがカットボールで 3.32 というところまでが4位までの発表になります。そしてここから第3位の発表です。第3位は高速シンカー、防御率は 3.19 です。高速シンカーはですね、ピッチャーから投げた時に、いわゆるシュート回転しながら落ちていくようなボールになっていて、高速シンカーっていうぐらいなので、球速も割と速いというところもあって、コンピューターに有効だったのかなというふうに思います。防御率は 3.19 でした。そして第2位の発表です。第2位は高速シュート、防御率は 2.90 と、第2位の高速シュートから防御率は2点台に入っています。このシュートもですね、バッターからした時ミートのですね、小さい側に曲がっていくボールになってますんで、バッターとしては少し打ちづらいボールになっているのかなと思います。で、先ほどの高速シンカーと同じく高速シュートとついているので、球も速いです。そして最後第1位の発表。第1位は高速スライダー、防御率は 2.88、 堂々の第1位です。この高速スライダーはですね、球も速いし曲がりもかなり大きいんですね。これによって、バッターとしてはかなり打ちづらいボールということになったのかなと思います。防御率 2.88 は、高速シュート 2.90 と並んで唯一の2点台の球種になっていました。というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。スタジアムでなかなか勝てないなんていう僕みたいな方はですね、ぜひぜひ、高速シュート、高速スライダー、高速シンカー、あとカットボール4位だったんですけども、カットボールもね非常に優秀でしたので、このあたりをね優先的にピッチャーに覚えさせると、もしかしたらスタジアムで勝率が上がってくるかなというふうに思います。他にも検証してほしい内容とかあればですね、動画のコメント欄等で、ご連絡いただければと思います。というわけで今回は